四国霊場88箇所巡礼、発心の地徳島県軸数三霊山寺、世界人類が平和でありますように。発心の地です。スタートラインです。今まだね、準備中ですけどね、チャリンコでですね、また、旅に出ようとします。ここはですね、発心の地スタートのラインですね。ここをくぐってスタートする。四国霊場がこうですね、行くビューンとね、ここがですね、軸和山霊殿ですね。天竺から和の国ね、和の国に繋いだという空海様のですね、の今日の道ですね。ちょっと待った、阿吽の像ね、阿吽の像があります。で、ここをですね、抜けていくとですね、あの霊殿に入ってきます。これがね、一番不脱症なんですね、霊殿寺。まあね、鳩がおってね、本当平和やな。平和の、あとパンダもおる。ですね、季節は進んですね、夏から秋、ちょっとね、涼しくなってきましたね、朝夕がね。まあ、風とか引かなあかんけど、まあ夏がクソ暑かったからね、めちゃくちゃこの涼しさっていうのがね、こう、お遍路さんするにはちょうどええわな。で、まあ、あのね、今回は、ね、九州に行くっていう計画を今立ててるんで準備中なんですけどね、まあ、こう四国霊場を回りながらですね、ちょっと準備を整えたいと思ってます。南無大師返上今後世界人類が平和でありますのでお願いします。こちらがですね、不動明王ですね、あの人々の怒りを鎮めてくれるというね、交通安全とかね、さまざまなものに効くおかみさんです。おかみさんというか仏さんです。で、こちらがですね、本堂になります。まあね、まあ、男の人がやる修練の場合ですけども、女の人もね、こういう格好でですね、お遍路さんの格好してね、できますんで、ぜひ来てください。お釈迦さんですね、お釈迦さん。これが釈迦牟尼仏ですね。こっち肖像画、こっちが釈迦牟尼仏です。まだですね、新たなシャーマンの旅ですね、冒険を始めたいと思ってます。今回クマス征伐、南九州から九州一周というね、ちょっとあの初体験なんでね、結構ね、まあ、緊張もしてますけどもね、何度か、愛媛県まで四国霊場を巻いてですね、それからここから八幡浜から船渡ってですね、九州上陸してですね、大分からぐるっと回りたいと、時計回りに回りたいと思ってます。以上、梵天狩猟佐野万次郎でした。